現地3月30日、ドバイターフ、G1、芝1800メートル、で、ベイキャットニップに騎乗していた C。ルメール騎手が落馬、直線半ばで騎乗馬が大きくバランスを崩して転倒する形になった。ルメール騎手はその後の 8R ドバイシーマクラシック、G1、芝2410メートル、のスターズオンアースは、L。デッドを力士に、q r ドバイワールドカップ。 1> 1だ2,000メートル和王マーフィー騎手に変更となっていたその後主催者のドバイレーシングクルブが公式 X 旧ツイッターを更新それにによるとクリストフ・ルメールの近況鎖骨と肋骨を骨折とルメール騎手の現状を報告した